例えば我々が映画館行くっていうんでも会費払ったらこう会費払って映画見てるとねつまらねえなと思ってももう払っちゃったっていうことがあるからそう簡単に出ないね。ところが入場券でももらって入ったやつはねつまらないとあつまんないってプッと出ちゃう。それほどねあれなんですね、会費ってやつはこう人間縛りつける。ところが縛りつけたのは間違いだ。そうじゃない、その粒で拾えって言うんだからね。それでいや時々安泰にいた時なんかでも大きな会社の人たちが冷静にって来たいっていうようなのが来るもんね。 お願いします。そういうのはいつでもお断りしてそれっていうのは会社の冷静なんていうんでやると座禅に来た人っていうのもやりたくないんだけどこれも給料のうちって座ってるやつが多いんだ。こんなのはね本当に、迷惑する。そうじゃない、会社の人が来ちゃいけないってわけじゃない。だから粒で来てくださいって私自分が本当にやろうと思った人だけ来てくださいで大切なのはいかにその自分が自分に片付くかってことね。その点はあれですね、道元禅師っていう人も、お釈迦様もあれだね、道元禅師の時代なんかもすごい天災地変があってさ、方々で火山が爆発してそれから凶作でお米なんかなくて鴨の河原で飢え死にする人がたくさん山を成してたっていうそういうような時代です。だけど道元禅師が社会事業をやったかって絶対にやっていない。道元禅師はそういう時代でもただじっと座るって、それ一時。それならばこそ道元禅師の仏法が今日も伝わってそれ道元禅師があの頃これ大変って言うんでそれで社会人をやったら道元禅師の座禅は伝わっていないと思う、ね、これそういう天災地変とか凶作とかね、飢え死にとかっていうのはちっとも減っちゃいないんだ。昔からあったでそれだけが大問題っていう考えるとまた違う。それからお釈迦さんなんかでもお釈迦さんの在世中にお釈迦さんの実家であるカビラ城は滅ぼされてるものね。これはね、シャエ国の橋の不王っていうのこの橋シャエ国のシャエ国っていうのは大きな大国です。橋の不王が釈迦族からお妃をもらおうと思ったのね。というのは釈迦族は、血統が正しいんです。橋の不王の方は血統が卑しかった。それだから釈迦族からお妃をもらえば自分の血統をこう引き上げることができるというんで釈迦族へお妃になる人をくれとこう言ってきたのね。で釈迦族の方じゃあんな橋の不王みたいなその血筋の悪い人間に王族の一人をお嫁にやることはできないとこういうのが、まあ、一般の論だ。ところがそれ断ったら遮蔽国にいつ滅ぼされるかわからないというのこれその問題だった。そしたら王族の一人のマカナンという人がねじゃあ私が橋たれにね生ませた子供、これは非常に別品だからこれをそのやろうって言うんで結局その橋たれの子を西国に送ったわけですよ。そしたら橋の子は本当のその
頭痛するって言ってね、お釈迦さんでも頭が痛かったらしいね。しかしながら
恨みを持って恨みに報いてはならないとこう言って、そしてついに立たなかったっていうのね。そういう話があるけど、佐々木老師がその話されてね、お釈迦様はね、何を瑠璃をねあつってね、その取り方まで軍隊を、軍隊を引き連れて戦え、それで瑠璃王に勝ったに違いないっていう。だけどお釈迦様はそんな慌てもんでなかったって。そんな慌てものでなかったればこそ今日の仏法があり、熱能するその我々のためにその少量の涼しい影を作ってくれているっていうね、あの佐々木老師の弱語だ。私それ忘れられないね。本当にその今この場合でもだね、その諸悪たとえ幾重なりの人海に未臨し、幾重なりの人望を鈍却せりとも、これそれでもこれ幕下の下脱ないと、このお釈迦さんがた、あのお釈迦さんでも頭痛かったに違いないけど、それでもそれを恨みを手放しして座っているっていうところに本当のね、その仏法があったわけですね。でこの 仏法っていうのがあればこそ、その熱のする頭かっかね燃える我々にその本当に涼しい影を作ってくれてるわけです。だからね、ただこれこそ正義だって言って、いや少なくともその仏法を志してその修行を始めた人間はあらゆることにおいて座を立ってならない。これはその点ね、どうしてもこの座禅というだけが一番大切だ。この宗教的社会事業なんかっていうんで、おっきて座禅立っていっちゃうのじゃ、これ慌てもんなんだ。この本当に何よりもそこのね、その点が仏法っていうやつはもうどっちからどの方向から見てもこれ以外にないっていうね、そういう深さの話なんだからね。しかしこれになればこそこれからの人類もただ一つこれだけですよ。大体これからの人類っていうのは一体どうなるのかね。あの人間ばかり増えてさ、人心は寒し、そしてそれこそどうなっていくのかわからない。ただこれじっと座禅していくっていうね、それだけの実物見本だけが大切だ。これ実際に我々が座禅してぐずらず自分が自分に片付いている、それが本当の大人だ。本当の大人になる、そういう生き方ですね。これの実物見本をやることが、これであの出家者はもちろん在家の人たちも大切です。一番大切だ。これ私がこれ坊主になっちゃったのね、つらつら考えるとね、私のそのおばあさんという人がね、折り紙も教えてくれた人ですがね、この人が昭和2年あたりだったと思うんだ、京都で死んだんですがね、親父とおふくろがちょうど向こうのおふくろのおやじさんが死ぬ同じ日に死んだもんで、それでこっちに京都に来られないのね、その重病だって言っても、それで私と兄貴が親父とおふくろの代わりに京都のうちに来たんです。そしておばあさんが寝てる最後のところあれしたけれど、このおばあさんがこの息にも苦しいって、その時にお経を読んでくれって、私の親類にお坊さんが一人いるけど、その人にそのお経を読んでくれって言って、天台宗の坊さんだけど、そうするとそのおじさんがお経を読んでですね、そしてこうなんか天読っていうのはね、パラパラパラってパラパラパラってのやって読んでた。ああ楽になったっておばあさんが言ったけどね、その
お経を読んでこんなに楽になるもんかな私の子供の頃に本当に不思議に思った。いや、そのおばあさんは私がもっと小さい自分ね、私いつでも頭痛いんですよ、小さい自分ね。そして頭痛いっていうと、その私の頭をこうね揉みながら、お経を唱えながら揉みながらこうやって、普段は握り飯みたいなのを揉んでですね、そして最後にあうんあうんって言ってね、あうんの息を吹きかけてくれるとスッとしたもん。そういうことがあるんだなっていう、そんなのがね、やっぱりこう あのおばあさんの死に方も非常にその落ち着いてた。でああいうのを見るとあのやっぱりね、知らないところに影響を及ぼすんですね。で晩年の過ごし方ね、晩年の過ごし方はこれももがいてるような過ごし方してたんじゃ、子や孫にその何にも与えることはない。しかしながら、もしその誰でも在家の人でもね、晩年の過ごし方に本当に、自分で自分が片付いてるっていうような過ごし方すると、思わないところにね、孫かあるいは隣の子供か、それは分からない。しかしながら、あの人は偉かったんだなっていう、そういうこともあるね。俺おのおのね、自分が自分に片付くっていう、これは実物見本だけが大切だ。でそういう点ね、私は体が動かない老人でも、その私は何を生きがいとして生きるのか、目標が何もわからないっていうけど、そうじゃないね、病気の仕方ね、年の取り方、病気の仕方って、これでね、大使命を与えられてんだと思わなきゃならないね。でそういうそのぐずらない、自分が自分に片付いているっていうような実物見本を実際にやらなきゃならない。そのためには自分が自分を少しでも深めていかなきゃならないってことね。で今のだから仏教の話っていうのはね、そういう、社会事業みたいな、社会事業っていうのはまああれですね、私が言う社会っていうのはお米がたくさんある、人間がお米の米びつに米がたくさんあるように人間がたくさんある、それをこうあのマスで測って、そしてこうやってあの研いでですね、ご飯にかけると、そうするとご飯にしてふけ上がるじゃない。そういうのがまああの社会事業のやり方だ。これだけの人は取り出して、そしてこう研いで火にかけて、そして幸福っていうね、あれに仕上げよう、まあそういうやり方だと思う。しかしながらね、これ人間ってのは米粒じゃないんだからね、米粒のようにこうみんなただじっとあの収まってんじゃなくて、みんな人間ってやつは狼みたいな、スウェット牙持って人と人と出会うと狼であるっていう、そういうのばっかりなんだ。大切なのはその爪と牙を収めて、本当に自分が自分になってぐずらないと、こういうそういう人間を一人でも広げていくっていうね、そのためには自分が自分、そういう実物見本になる、これが仏法のやり行き方ですね。それがね、これたとえ幾重なりの人望を鈍却せいとも、これ末座の下脱なり、修練すでに初中後前にであれば、無用の肖像大力等を如是せるなり。結局修練って、ね、あの1歳分の1としてのね、エゴを手放しするという、これが修練です。で
1歳分の1の縁を手放しして1歳分の1歳の働きをすると、これは初中午前にである。無業の焦燥大力等を如でするなり、これただするっていう態度で、自己本来の生命力発現のみが、 無業の焦燥大義等というのは、まあ一口に言えば自分本来の生命力発言です。で、虚偽かつてこの小石を踏まざるによりて3歳の外儀も道徳ならんとは言うない。俺もはっきりはね、そういうような優粋な話は全く、知っていないもん。 それであっさりと3歳の子供も言うとこう言ったんだね。いや、確かにね、3歳の子供も道徳しているっていう道理はあるんですよ。というのはね、子供ってやつは、あらゆる我々ね、人間というのは 大人になってんの、大人って言っても本当の大人じゃない、私の言う疑似大人だね。大人に似た生理的だけの大人だ。これはね、あれですね、疑似大人は概念的な癖だけがついてる。社会的約束ごとの癖がついてる。そういう癖がついてる。それに対して 子供ってやつはそういう癖のつく以前なんだ。これは本当だ。いや、あんまり目と鼻の先の話で、その実例とっちゃちょっと悪い気がするけれど、まあ早い話やだね。東本願寺の発散とかね、あの一族の人っていうの、これ あんまりホッスの一族っていうのが、かさぶたのようにこびりついてる、そしてこれが俺そのものだと思ってるってところが、間違いの根本じゃないですか。俺なんもホッスさんであろうと、その息子さんであろうと、あの生まれてほにゃっと生まれた時には俺ホッスの一族って思っていなかったに違いない。これが本当だもん。 それを大人になってくると、俺はホッスの一族って、それで何という手持ちって、あれするとこあるでしょ。それで間違う話よ。で、その点3歳の外事の方が道徳してるとこある。しかしながら、今、その、八教諭がね、3歳の外事も道徳ならんっていうのは、 そういう意味で言ってるんじゃないのね。道徳をまさしく道徳する力なくしてた。結局そういう社会や社会の約束事や言葉の癖がついている、そういうつく以前のっていうね、道徳じゃない、そういうのを道徳しての話じゃなくて、で 子供、3歳の子供で言えば言えますよっていうのは、要するに世間的な言葉でしかないもんね。で、道徳する力なくして格のごとく言うない。哀れむべし、巨人何時、どうなんなるぞ。お前の、はっきり、お前は、 どういう言葉の言い方をしてるんだ、こういうことね。仏法未だ聞かざるゆえに、3歳の外儀を知れりゃいない。仏法の家宝をね、本当に知らないもんだから。だから本当に3歳の外儀の注文のあり方を知ってるか。 外儀の最小出る道理も知れりゃいないよ。要するに言葉以前のまっさらな生命の実物、そういう外儀が
だんだんその差異を生じてだ、そしていろんな癖がついていく、そういう道理を知ってるかどうか。もし三歳の外儀を知らん者は三世諸仏をも知るべし。だから言葉やその社会的約束ごとの癖のつく以前の生命の実物のありか、そういう三歳の外儀を知ってる人間はその三世諸仏をも知るだろう。いまだ三世諸仏を知らざらん者いかでか三歳の外儀を知らん。三世諸仏っていうのを本当に知らなきゃ本当の 子供の実物も見ちゃいないんだ。対面せるは知れると思うことながら、対面せざれば知らざると思うことながら、愛を追って愛知らずっていう言葉が出てる。本当にねみんなね会っていながら本当にその実物は見ていないんですよ。いや私が例えば人に出会ったと言っても、わあ綺麗な人って言ってね、女の人見てわあ綺麗な人って言ったって、綺麗なのどこが綺麗なのかって、着物見て綺麗って言ってるの、あるいはなあのお化粧の姿を見て綺麗って言ってるのかね、とにかくあの実物知っちゃいないんだ。じゃあの人は偉い人って言ったって、ただ肩書きだけ見て言ってんだ。で実物っていうのはまた別問題なんだからね。それでそれこそ対面せるは知れると思うことながら、対面せざれば知らざると思うことながら、一人を知れる者は人界を知り、立法を通ずる者は万法を通ずる、万法に通ぜざる者は立法に通ぜず、たった一人についても実物を知る人間はあらゆる万法も実物を知るっていうね。で万法を知らない人間は一法も知らない、通を学せる者の通徹の時万法をも見る。これ万法融通だ、通じ合ってるから、それをその通を学せる者通徹なる時、通徹の時万法をも見る。一法を見るがゆえに一人を学する者の逃れず人界を学するなり、逃れずっていうのは例外なく、例外なく人界を学する。三歳の外儀は仏法を言うべからずと思い、三歳の外儀の言わんことは容易ならんと思うはしぐなり。まあ子供はね 仏法を言うことはできない。で三歳の外儀、子供はその容易ならんと思うのは大バカだっていうのね。いやこれ子供って言ってもバカにしている人はいるわけね。そうは決まってないんだね。生を諦め死を諦むのは仏家一大事の因縁なり。結局ね生じする生命を明らかにすること、これが大切だ。仏家一大事の因縁になる。いや私が今度あの人生家督本っていう本を書いた、みんながわからないとか難しいとか言うんだね。これどうしても難しいのかなと私は思うけれど、難しいっていうね。何その死ぬっていうことを取り上げてきてるからそれで難しくなる。この死ぬっていうことね、普通死ぬっていうことを取り上げると、縁起でないという死を負けっていうそういう感覚、それを死ぬっていうことを取り上げてくるんだから、これその点で話はちょっと難しくなるんだね。
それから今までの日本人あるいは仏教の人たちが死ぬということを取り上げてくる時には遠征主義的になってるね。遠征感的だ。私は遠征感のために死ぬということを取り上げない。そうじゃない。本当の生命っていうのは生まれてき死ぬっていうのが生命なんだ。で、今みんな考えてるのは生存だけ考えてるわけ。生存だけがめでたいと思ってるんだ。ところが本当の真実は生まれてき死んでいくっていう、そういう生命生きてんだから、だからこれ我々がいずれ死ぬんだなっていうのをはっきり目開いてみなきゃ。それは例えばサラリーマンの人がですね、いずれ定年になるんだなっていうことははっきり知って勤めるべきですよ。それの定年になって首切られて、もう辞令を明日から来ないでよろしいって言って、その辞令を渡されて、あ、定年なんて考えたことなかったって、そんなバカなんだよ、俺バカって言うんだ。ちゃんとね、あれで、この前の新聞で言ったもん、私は、自分は、会社の御為、企業の御為と思って、一生懸命働いてきて、だから、定年の年になっても、幹部として必ず残してくれると思ってやってきた。ところが一本の事例で明日から来ないでもよろしいって言われて、これショックだった。ショックぐらいじゃ済まないよ。そういうバカなやつがいるもの世の中で、そのどうせ定年になるんだって言ったら、会社の御為、企業の御為、企業は永遠なりって、そういうバカなことをやっているから、世の中よっぽどバカなやつがいるよね。企業は永遠なりって言って死んだやつがいいんじゃない。笑うなよ。あんなものね、世間の話だ。どうせ世間の話はもうみんな潰れてくるに決まってる。いや、人類が滅びるって言いますが、どう思いますかって、あんなものは当たり前だって、この人は言ったらびっくりしたやつがいるね。いや、人類は滅びるに決まってるよ。地球だって滅びる日が来るんだし、太陽系だって滅びる日が来る。それ太陽系が滅びても人類だけはコロッと残ってたって、そんなバカなことないもん。で、その点ね、その滅びっていうことをまずよく目開いて、そして自分の今の生き方決めてこなきゃなんないじゃないですか。それ、まあ今の科学者たちが言うのを聞いてると、この人類は何十万年だか何百万年だか、その大丈夫ってね、そういう話だけやってて、いずれ滅びるっていう話しやしないよね、科学者だ。ところがね、その何百万年か何千万年、たとえ人類が生きたって最後は滅びるんだ。あるいはそのつい最近、その人類はの滅びの日が来るかもしれない。で、結局滅びは必ず来るに決まってんんで、これは死ぬのも同じですよ。死ぬのも明日死ぬかもわからないんだし、100まで生きるかもわからないんだし、でも100まで生きても死ぬのは死ぬんだ。押すと死ぬっていうことを計算に入れてだね。そして今ここ生きるってことは大切でしょ。で、だから生を諦め死を諦めるのは仏家一大事の因縁だ。これそういう生まれてき死んでいくっていう、そういう生じする生命を本当に大事にするっていうのが、これ一番大切なことだ。それにみんな今までの人たちが死ぬっていう、仏教の人たちがね、死ぬっていうと、何でもこう、悲しいこと、で悲しいことにしちゃうもんね。俺は生存から見ればこそ悲しいんだ。いつまでも生存するつもりでいる、
そういう目から見たら死ぬことは悲しいけれど、何死ぬのが当たり前っていうあの目から見ればね、どうせ死ぬのは当たり前だ、ね、そういう初めからこの死ぬのは当然とこういう目でもって真っさらに見ていかなきゃ人生ってものは分かりませんよ。ただ俺の生存だけから見てるから本当の人生っていうのは分かる。生命になればこそ本当の人生、生存だけで生きるなら、これは処世術だ。私の言うのは処世術を言うんじゃなくて本当の人生を言う。だから今の一般家庭だって大体子供がいて、子供にその東大に入れたいっていう、そのぐらいを最高価値にしてんだからね、恐れ入るわ。なんで何でもいいから勉強しておくれ、何でもいいから東大入っておくれってこっちは拝んでるんだから、みんなね勉強したくないやつはね入れなきゃいいんだよ。その東大であろうと京大であろうとね、もう大学もやめたらいいんだ。いや私の弟子たちっていうのは俺頼もしいやつばっかりだけど、もう高校あたりでもって今の大学くだらないってやつが分かったやつが多いもんね。そしてこのくらいなら安泰に行って坊主になろうって言うんだけど、もう弟子になってるわけです。こういうのがね本当の、いや私もこの前も言うじゃない、今英才教育ってね、それで若い頃にちょっと成績のいいやつばっかりをいわば英才だと思ってるでしょ。ところがね、そのヒノキとかその杉とかっていうのね、これ地面に巻かれた年はねせいぜい 4-5 センチですね、伸びる1年伸びる率はその年に。ところが背高が立ちそうなら2メートル以上伸びるんだ。こうするとその一夏単位でもってどっちが英才かって見てると、みんな背高が立ちそうばっかりが英才だと思うんだ。そうするとこれ私見てて今の教育子供たちみんな背高が立ちそうばっかりになると思う。そしてまあ背高が立ちそうもいいわ、秋の9月の終わりから10月かその頃に真っ黄色に咲くじゃない。それであれもちょっと1週間ぐらい綺麗だね。そしてまあただ喘息を起こさせるそしてそれからあとはもう見るに耐えない姿になるね。ところが今の、子供たちが大きくなった頃みんなそういう背高わざ思想を理想にして教育してんだから、だからきっと次の時代は背高泡立ちそうの時代だと。それでみんな喘息を起こさして黄色い花咲いて、それからあとはもう見るに耐えない時代が来ると思うね。でそういう時代に背高泡立ちそうと同じように杉やヒノキを置いといたらこれ潰されちゃうもん。それでこう隔離して、そしていわゆる巨木を育てる療法、そういうつもりで安泰寺作ってるんだだからまあ俺はこの巨木になるに器であるとこう考える青年たちは安泰寺に来た方がいいでそういう療法でね、それで本当に伸び伸びと、それでこれは時間はかかる。いや私だって本当に時間かかってるね。55まで全くの小僧じゃないか。それでこれ三木老師だって56まで56で初めて駒沢の先生になったんだけどね。おっとまあ50過ぎまでは全くの小僧っていうつもりでやるような人間、そういうその分厚な人間っていうか、この分厚な人間っていうのは大切だね。今みたいなチャンペラじゃダメだ。そういう教育論を私は一生懸命言うんだけど、それじゃあ
도달하지 못해. 야, 다르다. 오야가 소유를 갖는다. 막, 그런데 막, 소유, 일반 관련, 막, これ, 도세 소유ので, 適当に 약속하면 しょうがないと私は思う。 で, そういう時代が来る。 生態が渡しそう時代がね。 でも、 その頃は俺死んでるわ。 で、 まあ、 適当に やってくれ。 だってね、 俺の言うこと聞かねえんだ。まあそれを適当にやってもらいましょう。それを非分公害あんまりしすぎるとね、そうすると意外にじ臭くなるじゃん。今の若いやつはって言ってね、あんまり言わないことだ。で結局ね、だから本当にこれね、勝ち問題ですよ。その<笑> 東大入るあるいは何とかエリートコース行くって、そのぐらいのね価値、それも最高価値に思っているようじゃダメだ。そうじゃない、もう本当に生涯諦め死亡諦めらむるは仏家一大義の因縁ないとね。俺生涯は仏の恩命ないと、この生命中地盤が本当にみんなね、その 1歳分の1の私だけで生きてんだ。人類がまだ何十万年も生きるんだから、俺もね何十万年も生きるつもりでいるんだからね、バカだ。私はそら、70、長くても70年、80年でこう途切れていく人間なんだ。これ生死だ。それをはっきり見つめて私の命を大事にする。 これだけが大切なんですよ。で、孤独意は、汝が生涯初めて生涯せりしとき、すなわち死苦の分あり、死苦の分とは如来天望林の苦毒なり天望林なり。結局ね、私がやって生まれたとき、この時にね、もう生命の実物生きてんだもん。 だからお釈迦さんなんてのは、あれだ、東西南北に七歩歩いて、天上天下、唯我独尊とか言ったよ。俺、自分の命は自分が一番大切なんだ。こういうことね。それも、お釈迦さんは傲慢であるって言ったら、言うバカなやつ。ほら、一歳分の一の味方からしてるから。ところは、そうじゃないの。私なんかだってね、いつも言うけれど、 私なんか、何百年に一遍の出現する人間。いや、永遠に一人の人間と、これが本当だもん。そんなにね、自分注文の規模をね、小さく踏んで、そして、私は一歳分の一の人間と、それだけで固まっちゃダメだ。それじゃあ、何のために生まれてきたんだか。人間として生まれてきてる限りは、 1歳分の1歳の生命を生き、それを1歳分の1の私が生きるんだってことね。1歳分の1の私の中に1歳分の1歳の生命が生きているんだってこと。そういう生き方しなきゃ。いや、沢木老師もこの、最後の頃そういったね、一体何のために、人間に生まれてきたか。 これで死んでってもうそれで亡くなるような、自分だけ見てっちゃ、割に合わないって。本当に死んでも死なないっていう事故を発見しとかなきゃダめだ。沢木老師、晩年、最晩年、私も安泰に落ち着かれてからのち言われた。そりゃそうだ。 で、また孤独意は、生じこらい真実忍耐なり。これがそうでしょ。どっちへどう転んでも生命の実物。この実物を一大事に生きとして生きることは大切だ。それを、生じの巻では、生じは仏の恩命なり、こういうんだね。しかあれば真実体を諦め、死苦の孤独はな、誠に一大事なるべし。 一大事っていうのは一番大切なこと、大事なこと、最高価値とすべきことだ。絶やすかるべからず。
カルマゆえに三歳がうじの因縁暗示を諦めんとするにさらに大因縁なり。そう、何も癖のついていない生命そのまんまの三歳の外事の因縁暗示だ。これを諦めんとするにさらに大因縁。それ三世諸物の暗示因縁と同不同あるがゆえん。これはまあ文章として同不同あるがゆえんって、まあこのちょっと変な言い方だけど、これは式には何ぞ諸物の暗示と不動なることあらんやってあるし、弁中にはおなあらざるがゆえにとあってよしとこうあるから、結局まあそれ三世諸物の暗示因縁と同じだとこういう見ていいんだね。ちょい愚かにして三歳の外事の道徳をかつて聞かざれば、この今いわゆるですね、社会的約束や約束事や言葉の癖のつく以前、これ未正語の道徳だ。言うことはできないが、その本当に道徳している、そういうところをかつて聞かざればあるなんと誰も疑弱せず、いや、そういう未生語の道徳があるとさえも疑っても見ない。それで因も同種するない。それに対して道輪の道将来よりも見格なるを聞かず、道不徳を言わんとして三歳外期かえって道徳という。本当はね、道不徳定というのがあるわけ。それを道不徳定っていうことを言わなきゃならないところを道不徳って言っちゃってる。これ外事の四句を聞かず前事の天保輪をも釈迦するなり、前事哀れみを破るあたわず重ねて言うしなり、三歳の外事はたとえ道徳ないとも八十分の老王は行不徳ならぬいう心は、三歳の外事に道徳の言葉あり、これもよく三級すべし、八十の老王に行不徳の道あり、よくよく工夫すべし。いや、本当に三歳の外事も生命の実物を生きてるんだからね、俺道徳の言葉がある。それから八十の老王もこの事実もの実物から宙に浮いてさ、そして俺は偉いんだ俺は偉いんだと思ってるよっていうのね、これはもう道不徳だ、行不徳だ、そういうところはよくよく工夫すべきだ。で、外事の道徳は何時に一任すると、まあ外事も言いうると言っていい、しかしながら叱られども外事に一任せず、いや、口では言えない道不徳性のところがある。実際で社会人となれね、なってたね、なれば、もう事実社会の約束事の中に生きているんだから、だから約束事も知らないっちゅうんじゃダメだもんね。ただだからその子供はもう道徳だって言ったって、子供のまんまでもって全く社会の約束事も知らないっていうの、これまたバカだ、これじゃダメだ。俺事実我々の人間としている限り、言葉を持って生きてるんだし、それから社会っていうねものも生きてるんだから、社会に生きてるのも事実なんだ。そうすると、子供のまんまでいいわけでもないね。それでしかあれでも外事に一任せず、から老王の行不徳は何時に一任す、老王も行不徳って言っていい、しかあれでも老王に一任せずと言いしない、いや、行不徳だけで済まされるもんじゃない。その行不徳体をいかに摂取するかって
摂取って言葉、こういうこと。その行えないその深いところだ。それもその言い尽くさなきゃなんない。いや私が一生懸命湧水のところを言おうとしてるのもそれだ。それで叱られども老後に一任せずと言いしない。仏法は格のごとく弁守し摂取し収取するを道理とせり。その仏法っていうのはね、だからまず弁守のわきまえポキ、そして収取っていうのは、収っていうのはこの一番大切なっていう尊いっていう尊主よっていう意味だからね、一番大切なこの本旨をそのものにしなきゃダメだってこと。諸悪魔鬼様は今日これで終わって、この来年の正月から、来年の正月はあれで第4土曜日にするんだそうですから、そのつもりです。で来年の正月から宇治の町、また。